お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムラディオ、ラディオ始まるよ。はい、お世話になります。イグザムの黒です。黒です。さあ始まりました、イグザムのイグザムラディオ。はい、ちょっとね、俺はね、うん、注意喚起ってともすれば面白いなと思った。俺はまあちょっとね、いろいろ説明をするのもめんどくさいので、一旦ちょっとこちらの画像を見ていただきたいので、グッさん見てもらっていいですか。はい、今 LINE に届いている、はい、なんか1枚の画像を拝見いたします。はい、あ、これは案内表示だよね。そう、ちょっとよく見てほしいんだけど、うん、なんかあれよね、こう人がこの2人いて、でなんかこの多分この角、曲がり角とかなのかな、この出会い頭で、でどっちの片方がわーって驚いてる。そう、で頭になんかこのびっくりマーク、エクスクラメーションマークが入ってる。いや、エクスクラメーションマークからやろ。びっくりマーク入ってる、はい、まあこれはまあ多分そう、この曲がり角、出会い頭気をつけてみたいなことなんですかね。はい、驚き方おもろくないそれ。まあ、確かにな、うん、これあのサムネイルに載せようと思うんですけど、皆さんのためにも、すっごいね、両手をね上に上げて驚いてるんだけど、うん、確かに、そのまあこれ多分渋谷駅かなんかの地下のね、うん、あのね通路にあるやつで、もうそれをパッと見た時に俺は、うん、なんかちょっとね言葉では難しいんだけど、一、うん、人はめちゃくちゃ驚いてるわけよ、ね、まあぶつかるからね、体いっぱいに驚きを表現してるね、のけぞって両手を上に上げてびっくり、うん、でもう一人はめっちゃスンってしてんの、うん、そうだね、なんかさ、もうこれどっちが悪者か分からんぐらい面白くて俺はこれなんかどういうっていう、だから俺もこれ見た時すぐじわっちゃってもう誰かに言いたいってずっと思ってた。ちょ、面白くない？なんかこの注意喚起ってさ、なんかそういう意味もあるのかなって思っちゃって、うん、ああ、そう、結構誇張してるから、うん、確かにな、すげえ面白いなと思って。これすごい、左の驚いてる側すごいね。そう、驚いてる側すごいでしょ。驚いてる側もうなんかすごいよね。大の字っていうか、こう両手をで上に上げてさ、そう、うわって言ってさ、でもなんならこれもう後頭部からこけるんじゃないかぐらい反ってるさ、反ってるでしょ。膝曲がっちゃってさ、そうそうそう、すごくない？で極めつけはこのつま先で立ってるっていう。そう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 。マイケル・ジャクソンバリにこう立ってるっていう。そんなに驚くシーンあるっけ。これ、そうね、これで右側の人は何にも反応してないでしょ。そうなのよ、これ、ね、多分ね、初めてじゃないね右側の人、これいや、これ両者初めてじゃない。どういうこと？いや、いや、というかね、この右の人、うん、右の人は多分この左の驚いてる人は多分知ってる、うん、知り合いってこと？いや、多分ね、一方的に右側が左を知ってる。びっくりするやつがいるって言葉で、びっくりしてるやつは特にそのびっくりし、なんていうの、うん、出会い頭であった側を知らないし、うん、そもそもこの油断して、うん、パッと人が現れたこと自体に驚いてるから覚えてるかどうか知らないけど、うん、もうこの右の人はこれだけでかい動きをする人間を全くスンってスルーできるっていうのは、うん、これもうこの人はこういう人間であるっていうことをもう理解している可能性がある。なるほど、バレてんだ。そう、バレてる。よくこいつは驚くやつだと。そう、今日もこいついたなっていう。すごいじゃん、はいはいはい。驚き担当じゃん。よく会うな、みたいな。そう、むしろ。これはだから、これがあと2、3回続いた場合、うん、おそらく、この右側は話しかける。あ、逆にね。そう。毎日、よく驚きますね、って。そんな切り口ある。うん、で、そっから、この2人の、まあ、あれが始まるみたいな。あれってなんだよ。まあ、な、全然前世とかが流れるようなやつで。やつね。はいはい。と、私は思いました。ありがとうございます。まあ、私がじわじわ来たので、もし、渋谷駅の、渋地下だと思うので、うん、渋地下行く機会あったら、ちょっと皆さん、壁に貼ってあるので、見ていただきたいのと、うん、まあ、あと、あんまり校内は走らずに、そうだね、気をつけて歩いてほしいな。駅員さんみたいなこと、はい、まあ、注意喚起の話なので。そうだね、
あんまりその看板見すぎるとまたぶつかっちゃうんで。俺この驚く側やりに行こうか。やめて驚く無理に無理に、いいわーって、どうせその晩 TikTok に撮られて拡散されるんだ